影、最近流行ってる性別変えられるやつやった？あ、やってないけど。そっか、私やってみたいんだよね。やりゃいいじゃん。なんか一人でやるの恥ずかしいっていうか、誰かに背中を押してもらいたいみたいな。はあ、意味わかんねえ。ね、影一緒にやんない？いいよ、俺はそういう流行りも苦手だし。なるほど、ヒサメはそうなのか。うんにゃん、影が鳩の糞に当たっておる。ざまじゃ。さ、そろそろ帰ろうかな。ああ、なあ、その箱。ヒサメの欲しいものをオーナーから借りてきたぞ。ぜひ使ってくれ。 CD から。私の欲しいもの、もしかして食べ物かな。お寿司じゃない？どんな梱包の寿司だよ。だ、うー、すごい煙。え、ヒサ、お前体が。影、嘘でしょ。シディ、さっきのヒサコに渡した箱は何なんじゃ？ああ、あれは性別を変える箱だ。いや、シディはヒサコを男にしたいのか？いや、一日限定だ。俺も前に使ってしまったが、ちゃんと一日で戻った。なんじゃ、ヒサコの絶望に歪んだ顔が見れると思ったのに。ったく、またギリギリかよ。あ、ヒサ、パン加えながら走るなんてガサツな女。うーん、こいつの名前はヒサメ。確かに顔はイケメンで外向きの性格はいいんだけど、私への性格だけは最悪。もうほんとムカつく。ヒサメ様よ、今日もイケメンだわ。ヒサメ様、おはようございます。ああ、おはよう。教師でもいいわ。ねえ、あれ見て、影千代でしょ。あいつ陰キャのくせにヒサメ様といつも一緒にいてムカつくわ。きっとヒサメ様は優しいから一緒にいてくれてるんだわ。その優しさにつけ込んで。キー、ムカつく。これ、あいい気味だわ。調子に乗ってるからこうなるのよ。これに懲りたらヒサメ様に二度と近づかないことね。手伝う。ヒサ、でも私に構ったらヒサまで。関係ねえよ。え？おい、誰だか知らねえけど、影千代にちょっかい出すってことは俺に宣戦布告してるっつうことだ。次はねえぜ。影千代かばうなんて、私たち悪くないのに。悔しい。残った顔もイケメンすぎ。ヒサの、バカ。んだよ、照れてんのか。照れてないし。嘘つき、やっぱ照れてんじゃん。からかわないでよ。イケメン主義。何あのイケメン。年上だよね。やばい。誰か待ってんのかな。まさか誰かの彼氏。おう、影千代。あ、シディ、どうしたの。いや、お前が弁当を忘れてったからな。わざわざありがとう。え、あのイケメン、影千代と知り合いなの？っていうか、お弁当作ってもらうって一体どういう関係？まさか付き合ってるとか？キャー！ねえ、ちょっと、あれ？ヒサ？悪い、我慢できなかった。え、我慢って、どういう？俺以外の男と喋んの見てられねえっつうことだよ。言わせんな、バカ。その日の夜。ああ、やっと戻った。大変だったね。すまん、二人が話していたのはアプリとやらのことだったんだな。まあいいよ、少女漫画ごっこ楽しめたし。もう超恥ずかしかったんですけど。ノリノリに見えたけど。うん、楽しそうに見えたな。うるさい。いや、そんなことよりお前らのクラスメイトノリ良すぎじゃろ。